ピクセラのですね、サイトエアボックスライトです。はい、ということでテレビが表示できました。こんにちは、戸田悟です。今回はテレビをですね、スマホやタブレット、パソコンでもいいんですけれども、ワイヤレスで見ちゃうというですね、方法を紹介します。なぜこんな動画作ったかというとですね、テレビ見ないんですよ。見ないのに作るなって話なんですけど、いや、実はそういうことじゃなくて、なんかヘビーにテレビ見る方減ってますよね。なんかちょい見とか、ながら見とか、それぐらいだと思うんですね。ということで、僕もそうなんです。でっかい画面に向かってテレビのドラマをじーっと見るなんてことはあんまりなくなっているので、そもそもですね、家にパソコンやタブレット、スマホがいっぱいあるのに、まあテレビも一種の画面ですから、そんなにでっかい画面まで追加でいらないやということで、今回はですね、ピクセラのワイヤレステレビチューナーを紹介します。で、これを使うと何がいいかっていうとですね、スマホやタブレット、パソコンでどれでもいいんですよ。テレビが見られちゃう。便利ですよね。Wi-Fi さえ来てればどれでもテレビ見られます。録画もできちゃいますよ。はい、今回僕が購入したテレビチューナーこちらですね。ピクセラのですね、サイトエアボックスライトです。で、実はライトとライトではないモデルがあります。で、こちらがですね、ライトではないモデル。ライトではない方は 15,800円。で、たまたまこれライトですね、今 Amazon で品切れしてるんですが、ヨドバシだと、12,800円、3,000円ぐらいですかね。で、違いは、でライトではない方は何っていうとですね、こちらは裏番組ができ録画できてデジタル3波対応なんですよ。で、僕はもうライトに使いたかったので、ってまあ製品もライトなんですが、お気楽に使いたかったので裏番組の録画なんかしませんということで、もうデジタルも地デジだけで、放送も地デジだけでいいですってことで、この一番安いモデルですね、ライトがついてるサイトエアボックスライトを購入しました。こちらですね、届いた箱はこちらで、製品がこちらになります。結構ちっちゃいですね。手と比べていただいてもかなり小さい。で、こちらを購入しました。で、実際にはこの製品には、この、もちろん AC の電源がついてきますので、電源をつなぎ、それからですね、こちらにアンテナをつなぎます。で、さらに LAN をつなぎます。で、これは Wi-Fi の親機につなぎます。有線 LAN をつなぎます。で、さらに USB でハードディスクを接続します。で、今回、実は、ハードディスクも購入しました。はい。で、購入したハードディスクこちらなんですけれども、箱はこれなんですが、そもそもですね、どれが録画対応してるとかってちょっとよくわからなかったので、まあ、とりあえずですね、僕いっぱい録画するつもりもなかったので、500GB の外付けハードディスク、テレビ録画対応というモデルを、ちょっと名前あんまり皆さんも知らない方多いと思うんですが、マーシャルっていうのかな、購入してみました。500GB で3480円ですから、もうなんかね、藤原君、USB メモリー価格だよね。ね。で、500GB あれば僕の録画は大してしないので、まあ十分ということで、こちらを新たに購入したわけです。で、実はですね、ピクセラの方が、チューナーの方がですね、2TB 以上のハードディスク認識しないみたいなんですよ。なので、どっちにしろ買うとしたら500か 1TB。で、まあ 1TB でももちろんいいんですけど、僕はちょっと今回予算を抑えたかったので、500GB を購入したわけです。で、この製品は一応僕の環境では使えています。はい、それでは早速ワイヤレスでテレビを見てみたいと思います。こちらにですね、アプリをインストールしてあります。はい、サイトワイヤレスというアプリです。もちろん無料で、ピクセラのホームページからダウンロード可能です。で、早速アプリを起動しましょう。まずはパソコンでの見方を紹介しますが、この後スマホとかタブレットでも利用していきます。プロダクトへの同意をした後で、はい、ネットワークを選択します。はい、するとチューナーを探します。ちょっとここ時間かかるので、はい、あ、早く表示されましたね。で、チューナーが見つかったら選択して次へをクリックします。すると通信がスタートします。はいはい、各種設定ありますが、この辺はお好みでしたら後でアプリの方からでも切り替えられるので、自分の好みに後から変更すればよろしいかと思います。はい、ということで、はい、ということでテレビが表示されました。残念ながらですね、著作権の関係で画面をお見せできないんですが、もう文句なく綺麗に表示されています。ちょっと音も出せないんですけれども、文句なく綺麗に表示されています。で、こちらなんですけれども、まあ、クリックするとですね、はい、このようにメニューが表示されて、例えばチャンネルの切り替えができます。はい、ボリュームも調整できます。で、さらにこちらからですね、番組表を見ることも可能です。
こちら番組表ですね。はい。はい。では、続いてちょっと録画をしてみたいと思います。で、はい。今見ている番組はこちらですね。録画開始ボタンを押すと録画できます。で、予約録画はですね、はい。こちらにですね、録画一覧、予約一覧とありますので、あと番組表ありますので、番組表から、はい。番組表から録画することも可能です。はい。で、こちらで予約をすると、予約一覧に表示されます。はい。ちょっと今回はすいません。これ別に見たいわけではないので消してしまいます。はい。で、以前に録画した番組がこちらに、ごめんなさい。こちらにあります。はい。これもですね、はい、再生するを押すと、はい、再生可能です。すみません。こちらもちょっと画面をお見せできないんですけれども、まあ、このようにですね、特に難しいことなく使っていけるので、感覚的に利用できると思います。で、今、パソコンでのやり方を説明しました。続いて、他のデバイスで見てみましょう。はい、続いて iPad ですね。こちら iPad Pro 11インチですけれども、もちろん画面サイズ変わっても大丈夫です。同じアプリをインストールしました。で、制約ありまして、このワイヤレスチューナーは同時には1台のデバイスからしか見られません。1台しか見られませんが、パソコンでも iPad でも、この後やりますけれども、Android でも対応しているので、まあ、家中にあるですね、まあ、ほとんどのデバイスのモニターがテレビになっちゃうというわけです。もちろん、テレビはダメですっていうか、テレビはテレビで、テレビを見ればいいわけですけれども、はい。ということで起動します。で、チューナーを使っているとですね、まあ、こういった形でネットワークを接続してチューナーを探すんですが、例えばさっきパソコンで見たわけですよ。するとちょっと切り替えというか、デバイスの取り替えに時間がかかります。なので、ここでちょっと待ち時間が発生したり、まあ、たまにうまくつながらなかったりしますが、その場合はアプリを再起動すれば、また見られるようになります。はい、ということでテレビが表示できました。もちろんすいません。何度もしつこいですけれども、番組はお見せできませんけれども、言うまでもなく、タブレットとかパソコンが同じ Wi-Fi に接続しいないと視聴はできません。はい。で、メニューは同じように利用できます。画面をタップして、下からメニューと出ますが、こちらでですね、番組のリストから番組を切り替えることも可能です。はい。で、さらにこちらのメニューからですね、はい、これが予約した番組の一覧ですね。で、こちらが録画した番組の一覧です。で、さらに番組表も見ることができます。はい。で、こちらをタップするとまた視聴に戻れます。ということで、iPad でもパソコンと同じように使えます。で、これ11インチのプロですけれども、このぐらいのサイズがあればですね、もう快適に視聴できますし、Wi-Fi が来ていれば、家のどこでも見られちゃうということで、非常に、僕は iPad で見ることが多くなっています。はい、同じアプリをですね、Android スマートフォン Galaxy ですけれども、インストールしました。こちらからも見てみましょう。基本的には一緒なんですが、まず、外出先、自宅すべてという設定があります。で、外出先で見る場合には、あらかじめ後で紹介しますが設定が必要ですけれども、今回は自宅で見るので、はい、これで決定です。はい、ちょっと待っているとですね、番組が表示されると思います。はい、表示されまして、で、横にするとですね、はい、大きくテレビが表示されます。はい、で、縦にすると番組表と、このように上の方に番組という形で表示されます。もちろん家にタブレットやパソコン、スマホがあれば好きなもので見ればいいわけです。例えばですね、自分はパソコンで見て、お子さんはスマホで見るといったこともできます。で、繰り返しますが、同時視聴はできません。はい。で、こちらにですね、設定のボタンがあります。で、これを設定します。で、こちらからですね、接続設定。はい。で、こちらでですね、外出先から現在のチューナーに接続するオンにしてあります。で、こうしておくことによって、出先でも同じようにテレビが見られるわけです。ということで、メニューはですね、これもタブレットとかパソコンと同じですけれども、こちらから番組表を見たり、はい、予約した番組の一覧を見たり、はい、新しく予約の内容が表示されたりといった形で利用できます。ということで、僕はこの環境を構築して、今快適に結構テレビ見られてます。まあ若干切り替え等遅いんですが、まあそんなことはですね、この利便性に比べたら吹き飛びますよね。だって、ソファに寝転んでスマホでテレビ見てもいいし、仕事をしながらパソコンでテレビを見てもいいと。
どこでも見られちゃう。なんか今の時代に合ってるような気がします。